私たちの仲間よ。はじめまして、コノエカールです。そう、彼女たちも私たちと同じゲートの力を持つもの。門の管理者はゲートキーパーなの。コノエカオルちゃんは肉体のパワーを大幅にアップさせる迫撃のゲートを開くことができる。こっちにいる滝森美咲ちゃんは何でも防ぐバーリアを張る鉄壁のゲートを使いこなすの。そしてこちらの朝霧玲子さんは敵を迷わしたり混乱させる幻惑のゲートを自由自在に操るの。でも本当にすごいんですね隊長。悪者をバッタバタやっつけて、まるで漫画のヒーローみたいでした。少し暴力的ですけど。さすがは隊長さんです。そうですよ隊長。初めての戦いでみんなも疲れているし、そこから先の詳しい話はとりあえず基地に帰ってからにしない？地球防衛機構イージス極東支部、話よりもまず行ってみればわかるわ。だからさっきも言ったでしょ、なんとか防衛隊じゃないわ、地球防衛機構イージス極東支部よ。今現在この地下の基地を隠すため地上部分にはダミーとして高等学校を建設している最中だ。私立たてがみ高校、それは敵の目を欺くためのダミーであると同時に基地へと出入りする秘密の入り口にもなる。君たちはこの4月から立神高校へと編入されることになる。インベーダーから地球を守る盾になる地球防衛機構イージス、そして君らは地球防衛の最後の切り札。名付けて特殊遊撃隊ゲートキーパーズ。どうか君にその隊長の任意を引き受けてほしい。君ならきっとできるはずだ。ありがとう。ではイージスのメンバーでありゲートキーパーズ隊の隊長でもある君にこれを託そう。
護身用の拳銃ワルサー PPK とイージスの身分証明証だ。特にその証明証は重要な意味を持つ。日本のみならず世界各国の政府に超法規的な行動を承認させる。言ってみれば地球防衛免許証だ。この免許証を手にした君はあらゆる車両、航空機、船舶などを操縦することを許される。疾風のゲートの力を身につけた君は周りの空気の流れを無意識のうちに制御することができる。今の君なら乗りこなせるはずだ、この世の全てのマシン。しかも性能をはるかに超えたスピードで。頼んだぞゲートキーパーズの諸君、地球の未来を、人類の未来は君たちの肩にかかっているのだ。了解、いいです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 です。ああ、申し遅れやした。あっしは1年生でイージスの補給部隊に所属するメガネでやんす。以後お見知りおきよ。それより喜んでください先輩。今日は先輩のためにグッドニュースを持ってきたっす。ズバリ、これからの学園生活をウハウハするための秘訣っす。聞いておいて損はないっすよ。待ってましたっす。いいっすか、もし女子の皆さんとお友達になりたいならこまめにお話をすることっすよ。仲がいいとチームワークも良くなって地球防衛のための戦いもよりスムーズに運ぶと思うでやんす。より多く会話してより多く共に戦う、すなわち共闘っすよ。これが基本っす。忘れないでください。それと明日たちは地球防衛の戦士、いつインベーダーが現れて出撃命令が出るかわからないっすから、お目当ての女子とお話ししたいときは早めにその子のところにゴーゴーっすよ。浮気心は禁物っす。いいっすね。とにかく女子と仲良くすることが地球防衛にもつながるっすから、隊長として頑張ってほしいっす。